やっぱ寒い。着いて早速なんですけど、めちゃくちゃ食べたかった。もう駅からすぐのお店に向かいます。ここすぎた。あの喉越し永遠に味わってたかった。ひとまずホテルにチェックインします。今日は12月25日クリスマスです。わっ、ホワイトクリスマス。おー、すごい白い、真っ白な後ろ。つなげても、えっ、わっ、すごい凍ってる。
美味しかった。日本酒どれ飲んでも美味しくて、飲み放題であんなに美味しいんだっていう感動もありました。980円も安すぎる。4時半になったので、お目当てのお店に向かいます。すごい、雪国の洗礼を切ってる。ホテルから5分だけど、ちょっと舐めてた。うわー怖い、この道。え、撮ってる場合じゃない。着いた、あそこだ。希望の光に見える超人気店、もういっぱいだ。
すいません。
ないよ。雪の美人の純米大吟醸、お姉さんにぴったりのお酒です。はい。出してもいいですか？熱燗を一つと。お湯を見せすぎた。これはみんながおすすめする理由が分かりました。総合点がすごい高すぎる。過去一番地元にあったら来たいって思えるようなお店でした。そして次のお店も徒歩1分。あ、リッチモン？はい。あ、だけどまあ。
まあいいわ。まだ当たらなければな。まだ悩むでも目と肩も立てるんだが。え、なんて動画撮ってるんです。あ、動画撮ってる。なあ、なんで悩むでもおめえ。よく映ってますかね。あ、かっこよく映ってます。ここ一軒で。おー、来たけよかった。お通しから何から美味しくて素敵な雰囲気でした。何ですか？そこで出てる。あ、ここだ。焼酎屋ここでした。行ったことあります？ある。あります？私は行くか。私は行くんですけど。乾杯。あ、そうだそうだ、忘れてた。乾杯。乾杯。ありがとう。宮さんの優しい。いいの？いいの？いいやったの。いいやったの。いいやったの。ごめんなさい。あ、彼女。ありがとう。ありがとうじゃないよ。褒めないのに入っちゃダメでしょ。あったね、言っとるね。さて、いただき物ですけど。え、どなたが。ママから。え、お母さんか。ありがとうございます。どうも、きたんぽまでちょっとくらい。僕を病みつきにして、え、5年で聞いてもいいですか？年齢はちょっとだいぶ上だと思うんですけど。24です。よくでもそれ一人飲みに。このおさんなんですかね。早いなぁ。あ、どうも、いただきます。それぐらいはしてくんないな。今おかしいとさ、仕事だけしてんだよ。でも俺からするの声が。あ、若と聞くのかな。恨みちゃんと俺は所得税払ってる。今みんながなかなかできない。あ、ごめん、俺バクなかった。そう嬉しいです。長い目で見て、ちょっとずつ減額して、完璧してもらえばいいんだけど、住めばいいだけなんだよ。それを国に言われて、それを一気に払えっていう勉強してるだけだって。だって、ずっと払い続けるもの。じゃあ、お願いします。あった、最高。仕事して仕事で負けた。今日は全部忘れて、気が済むまで飲みに行こう。魔法のカウンター席、一期一会の出会い。でかいね。
美味しいユッケ。あー、うまい。あー楽しかった。飽きた。海歩きすごかったな。なんかお店が全部良かったし、もう今夜中の1時なんですけど、すごく楽しい飲み歩きになりました。また来たいなと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。またー。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。